戦闘モード起動。ミッション開始だ。中央の巨大航路を破壊し、レーザー障壁を解除しろ。では、まずは内部への侵入を目指しましょう。マシンに注意を。落下すればレーザー障壁の餌食です。危険因子の侵入を検出。上位レベル8、防衛レベル 4.0、 対象を排除します。狙撃タイプの防衛兵器です。撃墜されないよう注意を。危険因子か。侵入者から格上げになったようだな。企業の反応問題。この信号は私たちが一番なのだ。外周に沿って進め、621。内部への入り口があるはずだ。機体です。